アファルターバッハはドイツビュルテンベルク州ルートビヒスブルク郡に属す町村である。この町はシュトットガルト地域及びシュトットガルト大都市圏に含まれる。この町はマールバッハアムネッカー自治体行政連合を形成する自治体の一つである。アファルターバッハはネッカー盆地に位置している。マールバッハアムネッカーの南東約5キロメートルの レムベルク東斜面のふもとにあたる。長域の最高地点は海抜365メートルである。長域の北東角はムル川の谷へ落ち込んでおり、最低地点は海抜212メートルの川よりわずかに低い。ムル川砂岩の支流ブーヒエンバッハの最下流の谷が東の町境の大部分を成している。アファルターバッハはルートビヒスブルク郡の東端に位置している。 自治体としてのアファルターバッハは、同盟の主裕の他に、小集落のシュタイネヒレとその南東から東に位置する、ボルフゼルデンからなる。二つの小集落は、ブーヒエンバッハとある左岸に位置している。ビルカハホーフ農場は、シュタイネヒレの対岸、ブーヒエンバッハ岩に突き出した形の高台に位置している。新しい庭園集落ビルクハウは、主裕とボルフゾルデンとの間に位置している。 行政上の地区になっていないこれらの集落の他に小さな農業集落がある。アファルターバッハの南に位置するボレンホーフェもその一つであるが、やはり行政上の地区にはなっていない。アファルターバッハは、北はキルヒベルクアンデアムル、東はブルクシュテッテン、南東から南はロイテンバッハ、南はバイブリンゲン、南西はマールバッハアムネッカーの飛び地である。 ジーギルハウゼン小集落、西はルートビヒスブルク、北西はエルトマンハウゼンと境を接している。州統計局の2018年現在のデータによる。この集落の最初の文献記録は972年になされている。しかし出土品は、この地域では6600年前の新石器時代から定住が行われていたことを証明している。この他に、 コッツツボボチ文化時代やケルト時代、ローマ時代の集落からの出土品もある。数キロメートル離れたシュタインハイムアンデアムルでは、25万年前のものと推定されるホモシュタインハイメンシスの頭蓋骨が発見されている。すべてのヨーロッパ人がホモシュタインハイメンシスの末裔であるという説が唱えられている。文化史的な観点からは、アファルダーバッハは、 フランク人支配地とアレマン人支配地との境界にあたる。アレマン人は200年の間に広大な地域を征服することに成功した。フランク人は496年に南のケルンから戦いに臨んだ。フランク人はアレマン人を制圧し、遥か南に追いやった。レムベルクとホーエン・アスペルクを通るラインが境界となった。これによりアファルターバフ派のある地域は、 直接境界地域に面することとなった。フランク人はおそらくレムベルクに軍事施設を設け、ここを国境を防衛し、街道を監視する拠点とした。この地域を重要な交易路が通っていたためである。1322年にアファルターバッハはビュルテンベルク伯領となり、アムトマールバッハに組み込まれ、これによりアルトビュルテンベルクの一部となった。 アンドレアス・キーザーによって1686年の森林台帳に描かれたアファルターバッハ長町名のアファルターバッハフォルターボックは古いドイツ語の単語アフォルターに由来する。ここでは972年にはすでによそよりも多くの果樹栽培が営まれていた。1965年時点においてもなお29,907本の樹高の高い果樹が栽培されていた。 最上流部がアプフェルバッハという名で呼ばれるシュトロムバッハはアファルターバッハ南部を流れる小さな川である。集落名はこの川の名前に由来する可能性もある。この集落の詳細な記録は1525年に初めて現れる。当時アファルターバッハには43軒、ボルフゼルデンには3軒の家があり、269人が暮らしていた。 1584年までに個数や人口はほぼ倍増した。30年戦争はアファルターバフ派に大きな被害をもたらした。1640年頃には生き延びた住民たちは故郷を離れ、1649年春まで破壊と完全な荒廃のなすがままであった。1652年に状況調査が行われたが無傷で住居可能な家屋は一軒もなかった。 それからおよそ50年後の1703年には、アファルターバッハに344人が住んでいた。その後100年以内にその数は3倍になった。1802年のアファルターバッハの人口は1033人であった。ビュルガーハウスケルター生活環境は同じであったため、こうした発展は社会問題を引き起こした。それにもかかわらず人口は、その後急増した。 1864年には1532人のそれまでの最大値となった。これによりアファルターバッハはアムトマールバッハの重要な自治体の一つとなった。国全体がそうであったようにアファルターバッハにおいても農業では多くの人口を養えない状態にあり経済環境は劣悪であった。かなりの数の住民が手工業に携わった。 ユルテンベルク王国が成立した1806年時点で、アファルターバッフ派には、少なくとも下手職人10人、肌織り職人18人、靴職人8人、食肉職人4人、粉引き職人1人、パン職人4人、タイヤ職人5人、車職人3人、損職人4人、左官職人7人、大工7人、家具職人2人、羊飼い2人、理髪師1人がいた。 その多くは最低レベルの生活すら得られなかった。そのため多くの人々が故郷を離れ、遠くに幸運を求めた。1816年から1910年までに496人のアファルターバフ派住民が転出した。その多くがアメリカに向かった。19世紀末に工業化が始まったことで、やっと経済状態が改善された。発展はアファルターバフ派を文字通り、 通り過ぎていった。公益や商売はここに定着しなかった。アファルターバフハは農業の街として存続することを望み、町議会はこれに貢献した。このため多くの人々が街を去っていった。人口は減少を続け、1939年には1034人の極小値を記録した。夏時代のビルテンベルクの軍裁編により、1938年に、 アファルターバッハはバックナング軍に属すこととなった。1960年代初め、後に最大の地元企業となるビネンダー通りのフリードリヒ、フェイル家具製造所が従業員数わずか5人で開業した。当時この町には営業税の税収がなかった。現在のアファルターバッハは田舎の不税を残す住宅、工業地となっている。アファルターバッハは ルートビヒスブルク軍で最も美しい集落のタイトルを2度獲得している。同時に近代的な工業系企業が本社を構えてもいる。そのうち1社を除き、従業員数20人以下の企業はいずれもアハルターバッハで起業した。現在この町には1700人以上の職場があり、増加傾向にある。上述した通り、 この集落は1938年までオーバーアムトマールバッハに属し、その後バックナング軍に属した。1973年のバーデンビュルテンベルク州の軍裁編成に伴いバックナング軍は廃止され、アファルターバッハはルートビヒスブルク軍に編入された。出典アファルターバッハには福音主義教会とローマイコールカトリック教会があり、 エホバの承認の集会書も存在する。アファルターバッハの町議会は14議席からなる。町議会は選出された議員と議長を務める町長で構成されている。町長は町議会において投票権を有している。図柄、銀字で、基部に青い波体、写実的に描かれた緑の葉と赤い実をつけたリンゴの木。世紀前半からブレットのが、 村長の印象として用いられていた。これはこの集落がワインの産地であることを象徴したものであった。1936年に公式紋章について議論した際、シュトットガルト文書管理官が現在の地口の衣装を提案した。町名の前半部分にあたるアホルターは古語でリンゴ抜きを意味している。街の旗は緑から白である。紋章と旗は 1965年5月24日に認可された。アファルターバッハは以下の自治体と姉妹自治体関係にある。アファルターバッハは路線バスを介してマールバッハでシュトットガルト S バーンに、そしてシュトットガルトに接続している。この他にラッシュアワーには微年限行きのバスもある。アファルターバッハ町はシュトットガルト交通運賃連盟に加盟している。 最寄りの鉄道駅は、マールバッハ・アムネカー、ビネンデン、バックナング、ルートビヒスブルクにある。VOR ・ルーブルク・アファルターバッハは、VOR ・ルーブルクの所在地である。ここでは 109.2MHz で、標識信号を発信している。最寄りの国際空港は、シュトットガルト近郊ラインフェルデン・エヒターディンゲンのマンフレート・ロンメル空港である。アファルタバッハのメルセデス・ AMG 数多くの、 中小企業の他に大企業もアファルターバッハに存在する。主なものに以下があるアファルターバッハ郷土博物館群立クレイブラッド養護ホームの老人介護ホームがある。2003年9月からかつてのアファルターバッハ町長フリードリヒクルツの旧宅に郷土博物館が開館した。この建物の1階には調律文書館がある。アファルターバッハには 基礎家庭学校アブフェルバッハ州レがある。この他の学校はマールバッハアムネッカーにある。町内には幼稚園が3園ある。この町の電力網とガス網はスーアグエネルギーエージーの子会社であるシナ、GMBH が運営している。上水道は州の水供給システムによっている。変電ミューレ汚水処理目的連合はマールバッハ、シュタインハイム、ムル、グロースボットバール。 ベニンゲンの排水浄化を担当している。人海処理は、ルートビヒスブルク軍の100%個会社の、ルートビヒスブルク軍人海処理会社が行っている。エイビルは、ルートビヒスブルク軍の委託を受けて、ゴミの削減、再利用、廃棄といった処理を行っている。最大のスポーツクラブが1909年に設立された TSV やファルターバッハ派で、サッカー、ハンドボール、ケーゲル、 陸上競技、水泳、卓球、体操部門を有している。このクラブは人工芝のフィールド、スタジアム、多目的体育館からなるスポーツ施設ホルツエッカーを利用している。TC アファルターバッハは屋外のクレーコート6面からなるテニス競技場を運営している。アファルターバッハ射撃クラブはレムベルクに射撃場を有している。この施設は バーデンビュルテンベルク州最大のダーツクラブである DC ボルフスエルデンの練習場、試合会場にもなっている。この他に活発なクラブとしてアファルターバッハ音楽クラブ、アファルターバッハ消防団、ドイツ赤十字、キリスト教青年会、小動物飼育クラブ、オートバイクラブ、自転車競技クラブ、果樹、穀物栽培クラブ、チェスクラブ、グリルスポーツクラブがある。文化面では、 ディージャーセンラプファーや演劇愛好会ディー・レムベルガーが古典的なシュバーベン方言の演劇作品をレムベルクハレーで上演している。同じくレムベルクにあるビアガーデン7愛エンでは東からシュトットガルトを経て西側に至るまで180度の眺望が得られるほか野外ステージではコンサート、小演劇、スタンダップコメディが上演される。 アファルターバッハの外れに高さ365メートルのレムベルクがある。天気の良い日にはレムベルクの上にあるブドウ畑は人気のハイキング地となる。ラッパーのシンディは自分のメルセデス AMG がアファルターバッハから届いたことにちなんでアファルターバッハという楽曲を発表した。ありがとうございます。